分のところをなるべく書くようにします。ということは訂正があった。いいね。休憩前に引き続き会議を開きます。答弁の訂正があります。井野保険年金課長。先ほどの答弁に訂正があります。大変申し訳ございませんでした。国民健康保険税の一般被保険者国民健康保険税が前年度と比べて5144万2000円の増額の理由でございますけど、こちらにつきましては、被保険者数については26年度とほぼ同じ人数で見込んでおりますが、1人当たりの所得につきまして、経済の情勢等を鑑みて若干の増額をさせていただきました。そういったところで、医療、17ページの一番上に医療給付費分、減免課税分というのが一番大きな金額でございますけど、こちら、26年度の当初予算は12億とび752万5千円です。ですから若干の増額をさせていただいております。そういったところで、調停の合計金額は前年度は19億7966万4千円。また収納率につきましては、先ほど答弁しましたように、全体として、26年度の実績でを加味しまして、アップさせまして、前年度は 92.95% で、今年度 93.85% とさせていただいたところでございます。そういったところで、他の介護の減免分等を含めまして、トータルで5144万2000円の増額になっております。先ほどは、あと先ほどについては、国民健康保険税の全体で説明してしまいました。大変申し訳ございませんでした。橋本委員。はい。多少、入ってくるお金が増えるであろうという見込みだということが分かりました。ところで、年齢層の加入者というところについてちょっと確認したいんですが、やはり今の多摩市の現状から見ると、一定層の加入者の人数が多いかと思うんですが、どの辺が一番多いのでしょうか。いる課長。被保険者数につきましては、今月の11日現在のちょっと数字を取ってみました。総数としては4万とび700とび8人でございます。その中で65歳以上の方が1万7000とび86人。総数の割合として 42.0%。これがちょうど1年前の時期と比較しますと、1年前は 40.0% でございました。また25年度決算の報告では、38% ですので、65歳以上の前期高齢者の方がかなり伸びているという状況でございます。橋本委員。はい。年齢構成については市全体の特徴と重複しているかと思うんですが、ところで先ほどの1回目の答弁のときに、平成30年に向けた都道府県単位のことの動きもあるというふうな答弁もありましたけれど、その辺について今掴んでいるところ、特に保険税に関する部分をお答えください。井野課長。都道府県化につきましては、この今月の3日に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案が国会に提出されております。で、今国会で審議される予定でございます。特に国民健康保険につきましては、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化させるとしております。その内容としましては、特に、
まあ、国民健康保険税あるいは保険料のところでございますけど、都道府県が市町村ごとに決定した国保事業費納付金を市町村が納付となっております。また将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は市町村ごとの標準保険料率を提示するとなっております。でこの国保事業費納付金につきましては、都道府県が市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮することが基本としております。また標準保険料率の詳細についてはまだ今の時点では不明でございます。橋本委員、これからの編成の中では、都道府県単位になったときに以前と違うのは、納付金制度にして額はいわゆる徴収の基準になる保険税の税率とかは市町村が決めていいという範疇になっていったかと思うんですが、その辺はそれでよろしいか確かめます。犬課長。去年までは納付金ではなく分付金という名前でしたが、まあ、この法律案では納付金に変更になっております。でこちらは、まあ、都道府県が、まあ、納付金を、まあ、算定するというところで、各市町村につきましてはその金額を、まあ、ベースにした形で、まあ、保険税率あるいは保険料率というのを決めていくことになるかと思います。橋本委員。はい、危惧するのはこの標準税率とか納付金ということが決められたときに、今の多摩市の保険税の税率に比べてどのような形を取るのかということだと思うんです。で以前、まあ、何年か前に 1.5 倍程度になるのではないかという福祉部長の答弁もありましたが、今の時点でも標準税率から考えていくと一定上がらざるを得ないというふうな動きがあるかと思うんですが、大体どのくらいに今の多摩市の現行の保険税率、まあ、所得割とそれから2つに分かれたそのそれに比べてどのような動きになるかお分かりでしたらお答えください。井野課長。まだなかなか想定しづらいところはございます。ただ23区は統一の保険料率を採用しております。もし仮に23区の保険料率になると仮定しますと、まあ、多摩市の方は、最大で、まあ、1.5 倍程度の保険税が上がるのではないかと、まあ、試算ではしております。橋本委員。はい、それがわずか3年後にかかってくるということでは大変なことだと思うんですよね。それで今でも例えば組合憲法に入っている人に比べて国保の人の収入というのは全国平均でも2分の1以下なんですけれど、負担率、収入に対する負担率は2倍ということで、要するに会社が持ってくれない分何とかしてくれないとすごい高い保険税になるというのは、これは誰が冷静に考えても分かることなんだと思うんですよね。その辺のところで今でも一財からの負担をしているわけですが、これを一自治体でやっていくのは大変難しいということになると思うんです。で今から3年後に向けてやっぱり生きる権利であり社会保障である国民健康保険について市なりの考え方を持って国や東京都にきちっとした意見と、そして変えていただかないと困るんだということを挙げていかなきゃいけないと思うんです。特にこれから市長は市長会の国保担当の部署にお付きになられるということが発表になっていますが、これから大変な役割になると思うんですが、その辺市としてどのような動きを取ろうとするかお答えください。美濃課長。本市では全国市長会関東支部総会に国民健康保険の関係で要望を挙げております。いくつか要望がございまして、1点目は医療保険制度の一本化の早期実現に向けた取り組みを国の責任において実行すること、2番目が国保財政基盤の拡充強化のため国の公費負担割合を拡大すること、3点目が制度改正にあたってはシステム改修費等について各保険者に影響がないようにすることというところで、特に2番目のところにつきましては、
まあ、強く要望を挙げたいと思っております。また28年度の、東京都の市長会から東京都への予算要望というようなところでも同じように要望は挙げていきたいと考えております。橋本委員。はい、やはりもう医者にかかる前に保険税払ったらお金の余裕が全くないとか払えない、今 93% のね、この徴収率になっていますけれど、高い区市町村を見るとやっぱり 70%、80% にならざるを得ないという状態も起きています。でこれから市としてもそういうことをきちっと挙げると同時に、今上の方の例えば1000万を超えた人たちも2000万の人たちももう頭打ちの状態にあるんですが、その辺の改善というのは市はどのようにお考えでしょうか。井野課長。今回、27年度の、税制改正に基づきまして、来年度から、付加限度額を4万円プラスさせて、最高81万円の方が85万円になるようにする予定でございます。あと、今後も、国の方でもこの限度額を、上げていくっていうような機運があるようですので、そういったところは十分慎重に見て、多摩市の方でもそういうことがございましたら適用するようにしていきたいと思っております。橋本委員。これは与党の政党に所属している人たちにとってもお分かりいただいたように本当に払えない金額になりますので、ぜひその辺もよろしくお願いいたします。他に質疑はありませんか。向井香織委員。53ページで伺います。この医療費分析等に要する経費というところ と、そのデータヘルス、その下にあるデータヘルスと両方聞きたいんですけど、まずこの医療費分析等に要する経費について伺います。これに先立って平成25年度にすでに医療費の分析というのもなされていると思うんですけれども、まずその25年の時の、まとめというんでしょうか、ようやく出てきたと思うのでそれを伺いたいと思います。井野保険年金課長。25年度に、医療費分析を行っております。こちらは、医療費の適正化のためには被保険者のレセプトデータから重点課題を明確にした、事業実施が重要ですので、そういったところで、精度の高い分析による健康課題の抽出、あと対策立案、さらに効果分析を行うことで、今後の保険事業、あと医療費適正化事業の一助にするというようなところが目的でございまして、その中で平成25年度につきましては、平成25年の6月から9月の、40歳以上、この4ヶ月分のレセプトを分析しました。そういったところで、多摩市の傾向を見ますと、疾病別医療費では1番目に循環器系の疾患、こちらが医療費が5億6000万円ほどになります。でこちら循環器系というのは、高血圧性疾患、あるいは虚血性心疾患などがあります。2番目が新生物、これは4億8000万円ほどになります。こちらにつきましては、気管支炎および肺の悪性新生物、胃の悪性新生物などが主なところになります。3番目が消化器系の疾患で、医療費で3億2000万円ほどになります。こちらは、胃炎および十二指腸炎、胃潰瘍および十二指腸潰瘍というようなところが主なところになります。また、1人当たりの医療費を、中分類の病名から見ますと、1番目に高いのが腎不全で47万円ほどというところがございます。また、医療費の年齢階層別で見ますと、55歳以上の方は、先ほど述べました1番目の循環器系疾患が
ほぼ1位なんですけど、まあ、40歳代につきましては精神及び行動の障害が一番多くなっております。概略は以上でございます。向井委員、はい、今中分類で腎不全が47万おいくらということがありましたけれども、今1位だけお話になりましたけれども、2番目3番目というところでも1人当たりを伺いたいと思います。井野課長。はい、1人当たりの医療費の高額なところで2番目は白血病になりまして43万1000円ほど、3番目が直腸 S 状結腸移行部および直腸の悪性新生物、これが17万6000円ほどになります。向井委員、それぞれの病気について、まあ、大分類、中分類というふうに細かいところまで今回調査していただいたと思うんですけれども、先ほどのお話の中で40歳代のところで精神というお話がありましたけれども、1人当たりの医療費というところで考えると、精神という、まあ、精神というか、なんていうか、精神及び行動の障害というんでしょうか、それはどのぐらいになるんでしょうか。井野課長。答弁が遅くなり大変申し訳ございませんでした。精神及び行動の障害ですけど、まあ、全体では2億1964万9000飛び53円で、患者数は2756名というところで、1人当たりは約まあ7万9700円というところになります。向井に。いえ、いや結構です。あらかじめ伺った数字とちょっと違ったので驚きましたけど、今回私もこの資料を見せていただいてというか、私以前にそれは生活保護の方で申し上げましたけれども、精神、自分の身の回りを見ていて、精神障害をお持ちの方の通院の、まあ、頻回というんでしょうか、大変自分で気になっていて、そうしたことを調査してはいかがでしょうかというご提案したことがあります。今回これは生活法ではありませんけれども、このように、まあ、レセプトを細かく見ていくというのが大変有意義だなというふうに改めてこの資料を見せていただいて感じました。というのは先ほど一番最初に総額でというところでありましたけれども、見ていくと実は多摩市の国保の皆さんは高齢者の皆さん、前期高齢者の皆さんというのは26市と比べて1万8000円も1人当たりで使っている量が料金が少ないんです。給付されているお金が少ないんですけれども、しかし前期高齢じゃなくて一般のところで見ていくと26市よりも1万5000円高いんです。というところで、まあ、今までね、この国保が膨らんでいく、医療費がかかるというのは高齢者が増えていくからだというふうにずっと言われてきましたけれども、まあ、このような調査によって必ずしもそればかりでないということも見えてきたということだと思います。それで先ほど40歳のところで精神がということがありましたけれども、ここの方々が、まあ、どうして、まあその精神を患うようになったのかは別として、そのことによって今までは勤めてた時は
会社の方で社会保険に入ってた方がお仕事を辞めたことによって国保に入ってきているということを考えると、やはりただ単に医療費がというだけの話で済むものでもないんだなというふうに感じています。ということで、私はこの新年27年度もまたより詳細な調査をされるということで大変期待していますけれども、それと同時にこれは生活保護入っていませんので、生活保護の方でもこのような調査をするというのは有益ではないかと思うんですけれども、お考えを伺いたいと思います。はい、新井健康福祉部長。生活保護の方でございますが、生活保護の方のレセプトについては私どもの方で点検はさせていただいています。それとともに嘱託医の方にそのレセプトを見ていただいてですね、治療方針というか薬剤、そういうものについてもきちんと適切な医療を受けられているかどうかということを定期的に見ていただいているようにしているところでございます。深井、定期的に見ていただいているのは私も知っていますけれども、このような分析というのがいろいろ今回この、保険年金課の方で行ったような調査が生活保護の受けている皆さんの方でもやることは私は有益だと思います。というのは生活保護の皆さんというのはお医者さんに行った時にお金がかからないということもあって、私は頻回っていうのはそこにもつながっていると思います。本当に医療が必要な人が使うのはもう当然のことですけれども、ただ、テレビなどでテレビ新聞などでも報道にありますように、その医療の側も、悪意を持って使う方もいらっしゃるということもたびたび報道もなされていますので、どのようなところにかかっているのかというのを私は詳細を調べていくというのは決して無駄なことだとは思っていません。それで、続いて伺うんですけれども、その今のところの下にデータヘルス計画策定業務委託料というのが出てきています。これはこれから計画を委託で作っていくと思うんですけれども、これがどのようなものなのかをまず伺いたいと思います。そしてこれができたときに、これから市が、新たにしなければいけない仕事というのはどんな仕事が発生してくるのかを伺いたいと思います。井野課長。データヘルス計画の概要でございますが、こちらは日本最高戦略、これは平成25年6月14日に閣議決定されたものなんですけど、においてレセプト等のデータ分析、それに基づくデータヘルス計画の作成等、保険者はレセプト等を活用した保険事業を推進することとされました。これを受けまして、国民健康保険法に基づく保険事業の実施等に関する指針の一部を改正しまして、保険者は健康・医療情報を活用して PDCA サイクルに沿った効果的かつ効率的な保険事業の実施を図るため、こちら保険事業の実施計画、データヘルス計画を策定し実施するということになっております。こちら健康保険組合につきましては26年度策定というところで、市町村国保の場合は26年度以降策定というところになっております。でこちらデータヘルス計画はレセプト検診情報等のデータの分析に基づく効率的効果的な保険事業を PDCA サイクルで実施するための事業計画というところになっておりまして、こちら医療費と特定検診等の分析を行いまして、その策定後して、おそらくいろいろな数値目標というのをができるかと思います。それに沿って、今例えば多摩市の国保ではジェネリック医薬品の推進事業、あるいは糖尿病の重症化予防事業などを行っておりますけど、そういった事業をまた継続していくかどうか、また新たにまたどのような事業を行わなければいけないかというようなところで、こちらの計画に基づきまして、28年度以降、実施していくというような形になります。向井。伺いたかったのはこのデータヘルス計画っていうのはどういう計画なのかっていうことなんです。つまり例えば5年後10年後なりに
糖尿病の人を何パーセント減らしますとか、そのようなものなのかということを伺っているんです。井野課長。市によってはもう26年度策定中というようなところもございます。そういったところの、まあ、資料等を見ますと、まあ、例えば特定健診の実施率を何パーセントにするとか、あるいは健康寿命を今何年だけど、それを何年ぐらいに伸ばす、あるいはとまあ、高血圧の方が今何人いるけど、それを何パーセント全体いるけど、それを何パーセントにするかとか、そういうような数値目標も取り入れているところがあります。だ本市でもまあこういったところも参考にしながら、まあ、来年度こちらの計画は策定していきたいと思っております。向井委員、まあ、そうしたことを委託で行うということで、先ほど橋本さんの方のまあ地域戦略もありましたけれども、こうしたことも委託に出していくんだなと思いながら伺いましたけど、そのまた下に書いてある糖尿病の重症化予防のね、なんだっけ、事業っていうのもお話を伺いましたけれども、例えば面談というんですか、面談をやったり、電話によって励まされたり、お手紙が来たりとかっていうことで、まあ、半年ぐらいかけるっていうようなことも伺いましたけれども、まあ、そのような計画を立てて特定の人をこう狙ってねやっていくとするならば、今いらっしゃる保健師、保険年金課お一人ですけれども、これからそうした人手というのはどんなふうに考えていくのか伺いたいと思います。荒井部長。人手ということでございますが、まあ、健康福祉部には、まあ、保健師さんというか専門職の方が、まあ、結構いらっしゃいますので、まあ、そういう方を、まあ、連携しながら、まあ、今保険年金課だけではなく、まあ、健康推進課等も含めてですね、あるいは生活保護の方も、連携しながら、まあ、実行していきたいというふうに考えてますが、まあ今そのデータヘルス計画のことがお話になってございますけれど、まあ、平成25年版の、情報通信白書、これ、まあ、ICT の戦略の総務省が出しているものでございますが、その中の医療、介護、健康分野では、まあ、遠隔健康相談システムとか、予防医療疾病管理サービス、あるいは医療情報連携サービス等と、そういうものを今後全国的に展開していくという中で、まあ、ICT を活用したそういうシステムを作っていく、まあ、その一つのものというふうに私どもは理解しているところでございます。向井委員、まあ、ICT っていうことなんだなと思いながらいつも伺っていますけれども、まあ、結論から私がね考えているのは、昨日給食の話もありましたけれども、やっぱり健康でありたいって普通誰でも思うはずですよね。行政がこれからこのデータを駆使しながら、その人を健康でいさせるっていうね、おかしな時代なんだなって思いますけれども、本当にその人が一人一人健康でいるっていうのは、体を動かして、まあ、働いたり体を動かしたり、あとは気をつけて食事をしたりって、そういう本当に日頃の積み重ねの方が私はとても大事だと思うんです。なのでその入り口であるところの健康推進課っておっしゃいましたけれども、あちらの方では、まあ、食育推進員がいたり運動教室とかってやっていますけれども、本当にそちらの方の重要性っていうのを改めて今回これを通して私は感じたところです。今荒井部長の方からも連携を取るということがありましたけれども、これから市長の方ではスマートウェルネスシティということで進めていくわけですから、ぜひともそこは全庁で進めていただきたいということを強く申し上げておきます。
他に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。これより第7号議案平成27年度多摩市国民健康保険特別会計予算を挙手により採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の皆さんの挙手を求めます。挙手全員です。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に第8号議案平成27年度多摩市下水道事業特別会計予算を議題といたします。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。岩永久佳委員。それでは、ページ85ページ、地方公営企業法適用支援業務委託料についてお伺いいたします。まず、債務負担行為を2年設定しての、初年度ということですが、この支援業務の内容についてお尋ねをいたします。三雲下水道課長。お答えいたします。ご質問の委託料につきましては、すでに平成25年度から将来の下水道事業の地方公益企業法の適用を目指しまして、資産整理業務委託に着手をしておりますが、今回の委託につきましては、今後平成29年の4月1日からの地方公益企業法の適用を行うにあたりまして、2か年をかけまして、法の適用支援の業務の委託を行うものでございます。ご質問の内容といたしましては、引き続き固定資産の整理事業を行うとともにですね、移行業務といたしまして、条例のあるいはその規則の開廃整備、予算の調整、勘定科目の設定、複式簿記に代わる関係もございますので、職員講習ですとか、あるいは資産整理、また財務会計のシステム構築などを行っていく予定で考えてございます。岩永委員。いろはの会では、白田議長がずっとこの問題に取り組んできたということもありまして、会派としても議論をしながら、この下水道事業については、しっかりと、公益業化をしていくべきだろうということを、ずっと意見として申し上げてきたわけですけれども、すでに委員会の方では、この地方公営企業化にあたっては、いわゆるその全部適用にするのか、それとも一部だけ適用するのかというふうなところで、全部適用でやっていく方式だというふうなご報告はいただいているようなんですが、以前のご答弁では、いわゆるそのこの全部適用方式になると、新たな市役所組織の追加というふうなところもあって、非常にその膨大な作業のボリュームがあるというふうなお話を伺っております。その意味で、その膨大なそのボリュームをですね、どのような体制で今後地方公営企業化に向けて取り組んでいくのかというところが非常に重要だというふうに思っているんですが、現在のところどういう体制でこの問題について議論をされているのか、そして取り組んでいこうとされているのかお尋ねをしたいと思います。三雲課長。今後の下水道事業の地方公営企業法の取り組みということでございます。昨年の8月、あるいはその9月の段階におきまして、議会等でも協議会の方にもご示しさせていただきました、平成29年の4月1日から全部適用、いわゆるその財務組織、職員の身分も含めて、全部の適用を行うという前提で今、進めてございます。当然、これは財務、あるいはその組織、職員の身分ということもございます。下水道だけではなくて、現在、関係所管と調整をさせていただきまして、人事、あるいは組織に含めて、今後対応していくということで、今、検討してございます。岩永委員。下水道化だけで、調整をされていても、なかなか拉致が開かないのがこの問題ではないかなというふうに思っております。で、いろいろなものの本や報告書などを読みますと、やはり横断的に取り組む必要があって、プロジェクトチームなどを組みながらやっていかなければ、いわゆるその移行前まではいいわけですけれども、移行後、どういうふうな体制でやっていくのかというところも含めて、非常に職員体制を含めて、難しくなっていくだろうというふうなところが指摘をされているわけなんです。
んですが、今後例えばプロジェクトチームを設置をしていくですとか、町内の中でも例えば下水道課の職員のみならず、今お話をいただいたような人事財務含めてってことになりますと、経営部門財務部門そしてまた人事のところ、それからそこだけの職員でやっていっていいわけではなくて、やっぱりそれ以外のところにもきちんとこの公営企業化になった暁には対応できる職員を育成をしていくという意味では本当に大きな取り組みになっていくだろうというふうに思っておりますけれども、もう一度体制についてお尋ねをしたいと思います。三雲課長。ご指摘のとおり、今後は大きな取り組みになるということが前提でございます。我々は今現在下水道課として事務を行っておりますけれども、今後はその全庁の中で の、 その取り組みとして、プロジェクトチームを作るかどうかは今後検証してまいりたいと思いますけれども、組織の対応については十分対応して行っていきたい、それからあとは人事についても当然のことながら調整を対応していきたいというふうに考えておるところでございます。岩永委員。下水道所管の課長からの、お答えだけではですね、不安ですので、やはり全体的なところというところでは、やっぱり企画のところですとか、人事のところですとか、そういったところもやっぱりきちんと取り組んでいかなければいけないというふうなところでは、やっぱり全庁でやっていくというところで、もう一度お答えをいただきたいと思います。飯高企画政策部長。企画政策部門からということで、私の方からも所管部とよく調整をさせていただきながら、組織あるいは人事含めてですね、企画政策部門としても関わりながら体制等は検討してまいります。岩永委員。本当にこのことについては、特に多摩市は今まで公営企業というものを持ってやっているわけではありませんので、担当部局に限らず幅広く職員の育成を行って、その後やっぱ適切な人事配置ができるように特段の配慮が必要だというふうなところが言われておりますので、やっぱりそういう意味では全庁的にしっかりと取り組んでいかなければいけないのかなというふうに思っているところです。で、今国の方の方向性なんですけれども、国の情勢としてはこの地方公営企業他に向けてはどのような流れになっているのか確認をしたいと思います。三雲課長。お答えいたします。最近の国の情勢ということでございます。昨年の8月の下旬にですね、総務省の方から公営企業の経営にあたっての留意事項についてのその改正の通知がございました。下水道事業の経営につきましては、正確なその損益ですとか、あるいは資産等の状況及び資産の現状を把握するために、地方公営企業法の適用を行い、公営企業会計を導入することが必要であるということが示されてございます。また、今年に入りまして、本年の1月の27日でございます。国の総務大臣通知ということでございまして、公営企業会計の適用をしていない下水道事業、あるいはその簡易水道事業につきまして、公営企業会計の適用を推進することが示されてございます。さらに平成27年度からですね、平成31年度までの5か年で人口が3万人以上の団体ということでございますけれども、地方公営企業法の適用をして公営企業会計に移行されるようにという要請がございました。このような背景もございまして、今回移行に今後進めていきたいというふうに考えているところでございます。岩永委員。つまりですね、国も挙げて、これについては全部適用で、公営企業化に移行しなければならないということで、動きが加速する中で、多摩市はこれまでも指摘をしてきたように、非常にこの下水道の特別会計を含めて、黒字会計ということでは状況が大変いいので、パイオニアとして取り組んでいけるのではないかなというふうに思っておりますけれども、いわゆるその公営企業化にしたその先を見据えながら、どういうふうにやっていくのかというところも、取り組みを進めていく、研究を進めていくということも必要だと思いますけれども、これ、企業化した先には、どういうふうになっていくというふうにお考えになっているのか、お尋ねをしたいと思います。三雲課長。公営企業化の最終目標というところだと思います。当然のことながら、市民に対しましては、その公共の福祉の増進というのが第一として、目的として下水道事業にはございます。さらに、住民の方に対しましては、安定的なサービスを提供して、
さらに経営状況の的確な把握ですとか、機動的な経営を踏まえた地域づくり、下水道づくりというんですか、それを行ってまいりたいというふうに考えております。岩永委員。それは当然のことなんですけれども、いわゆるその、下水道からの熱回収の話ですとか、いろんなのことが可能性として見えてきておりますので、そういったところについてはきちんと情報を取っていただきたいというふうに思っております。それから多摩市の下水道プランは、5カ年の短期計画の中で、最終的なところでは、長寿命化計画を策定をするということも書いてありますが、これが今回のこの移行支援の中ではどのようになっていくのかという点と、それから公共施設の総合管理というふうなお話もございましたけれども、そのことがどんなふうになっていくのかということ、それから国の方では、いわゆる事業管理計画制度というものを示されているのかなというふうに思いますが、それとの関係性をどのように整理して、今後、移行を進めていこうとなさっているのか、全体的にお伺いしたいと思います。はい、三雲課長。まず下水道事業につきましては、当然のことながら長寿命化計画、これを策定していくのが前提でございます。下水道プランの2011におきましては、策定をさせていただきましたけれども、それ以降につきましては、当然企業会計後には中長期的な経営計画、これを策定するのが前提でございます。我々は企業会計後につきましては、中長期的な経営計画を策定をして、そしてその下水道の適切な運営を図っていくというのが前提でございます。また、下水道につきましては、国、今、国土交通省におきましては、事業管理計画制度といったものを作っていくというふうな話も聞いております。2年からその3年後には法改正の話もございますので、それを見据えながら、今回は包括的民間委託の話も含めて、企業会計の導入に向けて前進してまいりたいというふうに考えてございます。時田都市整備部長。今、公共施設等総合管理計画、全体の話もありましたので、その点から答弁させていただきます。やはりこれから限られた財源の中で、都市基盤の維持更新を図るってことは、やはり長寿命化、ライフサイクルのコストの最小化であるとか、予算の平準化、こういったことが重要で、これまで多摩市におきましても、さまざまな維持更新計画で進めてきたところであります。今後、そうした公共施設等総合管理計画、これはインフラだけではございませんけれども、こうした動き、策定の動きもありますから、この下水道の部分も含めて、それ以外の部分、そうした計画についても、ブラッシュアップをしながら対応を図っていく必要があるのかとは考えてございます。岩永委員。やはりこの問題については、やっぱり市全体を挙げて取り組んでいかなければいけないプロジェクトであるというふうに思っておりますので、全庁を挙げてやっていただきたいということが1点、それから、これ、公営企業になっていくということでは、会計の在り方を含めて変わっていく。と思っておりますので、そういう意味では議会の方にも適宜情報をいただきながらということになるかと思います。その時には生活環境のみならず、やはり総務も含めた全体的にっていうふうな情報提供が必要になってくると思うので、関係をどういうふうに作っていくのか考えていただきたいということを申し述べて終わります。他に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。これより第8号議案、平成27年度、多摩市下水道事業特別会計予算を挙手により採決いたします。本案は原案のとおり、可決すべきものとすることに賛成の皆さんの挙手を求めます。挙手全員です。よって本案は原案のとおり、可決すべきものと決しました。次に第9号議案、平成27年度、多摩市介護保険特別会計予算を議題といたします。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。桐木豊委員。はい。では、ページが137ページにあります。介護認定調査事業について伺います。こちらの事業に関しましては、私は4年間、ずっと追いかけながら、質疑をさせていただいてきた内容です。
この4年間ずっと伺い続けてきた理由というのは、一つはまあ法律の中で、これは30日以内に認定結果を出さなければいけないよというルールがあるということ、それからこれが伸びてしまうことによって、万が一認定の結果が自立という判定になったときに、また上限額をオーバーしてしまった場合に、1割負担という、今後は2割負担になりますけれども、介護保険の適用を受けることができず、10割払わなければならないという利用者の負担の問題、それから事業者からとしてみれば、実際にサービスは行っているので、介護職員の方に給料は払わなければならないんだけれども、報酬は入ってこない。認定の結果が出るまではなかなか報酬というのは支払いは実行されないものなので、そういったことで事業所にとっても良くないと、誰にとっても良くないという形になってしまっているということがあって、4年間これを追いかけ続けてまいりました。でこの4年間の数字を、改めて拝見しますと、まだまだその30日ルールを 100% 守るというところまでは、及んではいないんですけれども、少しずつでも改善が見えているということで、本当に私としても喜ばしい限りですし、行政の方にもたくさんの努力をしていただいたんだなということで、頭の下がる思いです。30日のルールというのは、これは法律のルールで、本来は最低限のルールでありますので、これを早急にですね 100% 達成を目指してもらうとともに、できることならば30日以内、もっと早く、さらに早い結果通知に挑んでいただきたいというふうに思っております。さて、平成24年からですかね、成果指標の部分で、全体の30日以内という割合から、末期がんの方に対しての、30日以内のものに対してのものに変わってきたということで、平成24年の実績が 93% から、平成25年は 80% ずつ下がってしまったということでした。27年度の目標は 95% ということを設置していますが、26年、27年に向けて、この目標を達成できる見込みについて伺います。上村介護保険課長。はい、それではお答えいたします。がん末期の方、申請から認定まで、こちらの日数をですね、当然できるだけ早くサービスを提供してする体制のためにも努力しているところでございますけれども、現在25年度の実績では96人中77名ということで 80% の方が30日以内という形で対応させていただきましたが、現在26年度についても努力しているところではございますけれど、やはりまだちょっと集計の方がですね、できてない状況でございます。で、なかなか難しいところがありますけれど、できるだけ早く認定結果が下りるような形で努力しているところでございます。キリキン。はい、ぜひ、集計はこれからということですけれども、確実に進めていただきたいなというふうに思います。でこの4年間の質疑の中で一つ指摘をさせていただいたのがですね、この認定調査に関しては、認定の申請をしてから取り下げという事態があります。特に祈願の方には多いと思うんですけれども、認定結果が出る前にお亡くなりになってしまうと、特に認定調査が実施される前にお亡くなりになってしまうと、認定結果を出すことはできなくなりますので、これは取り下げということをせざるを得ないわけです。以前伺ったお話の中では、この生活指標の数字の中には、取り下げの数字は含まれていないということでした。これはやはり取り下げの部分、本当に末期がんという特殊な状況なので、亡くなってしまうということもあって、これに関してそれができなかったからどうこうという話ではないとは思うんですけれども、こういった生活指標を出したからには、やはり取り下げの部分もしっかりと把握しておく必要があるのではないかな。その部分、例えば認定調査を早く済ませることができれば、取り下げをする件数も減る可能性もあるわけなので、そういったところに関してもしっかりと状況を把握していただきたいというふうに思いますが、そのあたり、市のお考えはいかがでしょうか。上村課長。要介護認定申請から申請の取り下げのというお話ですけれども、こちらの方、現在のところ、この26年4月1日から27年の2月末までの間の件数でございますけれども、取り下げた方が50件、
それからまあ先ほどまあ死亡等で、まあ実際、亡くなってしまって、まあ、申請を、却下という形なんですけれど、そういった処理をさせていただいた方がですね、55件ということになっております。今後の考え方を聞いて。で、今後の考え方というところでございますけれども、やはり、まあ、しかも、まあ適正な対応をしていくということで、考えております。キリキン、はい、認定要介護認定の申請をするという段階で何らかの事情がある方々が、まあ、取り下げをしてしまったということで、やはりその特殊な事情があって取り下げをするということになると思いますので、その方々についてもしっかりと把握をしていただくようにお願いしたいというふうに思います。で、今末期がんの方という形で、お話をさせていただきましたが、全体を見たときに、こちらどういうふうな数字になったかなということを、伺っていきたいと思います。今まで平成23年30日以内の実績が 10.4% というところから、25年には 19.7% と決算の質疑の中で確認をして、まだまだ 100% には届かないんですが、それでも2年で2倍になったということで、かなりの努力をされたんじゃないかなと。日数に、平均日数に関しても37.8日あったのが、2年で 36.7 日までだいぶ改善されてきたというふうに思います。26年の、実績、27年の見込みについてどのようにお考えでしょうか。上村課長。はい、お答えいたします。要介護認定申請から認定までの日数で、全体的なお話でございましたけれども、こちらについては、26年、4月1日から同じく27年の2月末までの値ですが、平均の、日数としては 37.57 日ということで、やはりちょっと今までの実数より若干ですけど下がっているような状況です。で、30日以内の方の割合なんですが、こちらはできるだけ努力した結果ですね、 25.22% と現在のところ上がっている状況です。以上です。キリキン。はい、こちら今まで伺った中で、やはり一番のネックというか課題になっているのが主治医の意見書、これを集めるのが大変だと。特に多摩市内の場合、大きい病院もいくつかあって、そういう病院だと担当のお医者さんが1週間に1度しか来なかったりすると、その時にもらえなければ次にまた1週間伸びてしまうと、もう1ヶ月なんてあっという間に経ってしまうということがあるので、そういった中でこの数字をどんどん伸ばしていくと、行政だけの力でできることではありませんので、努力されてきたんだなということが、本当に嬉しく思っております。ただまだまだ 100% には届かないという状況なんですが、この理由について私今、主治医の意見書という話をさせていただきましたけれども、市ではどのように分析をされているでしょうか。上村課長。はい、申請まで、申請からのですね、一番もうどうしても時間がかかってしまう要因の一つとして、今委員さんがおっしゃられましたように、意見書の方、市の方から依頼を出しましても、なかなか返ってこないという現状がございます。実際に遅い場合には当然こちらの方からも何度か催促をさせ差し上げているところなんですが、やはりですね、一番大きいのはその意見書の遅れというところ、それとその前段階としての調査、申請いただいた後の調査の日程の都合がですね、なかなか申請された方とつかなくてっていう場合もございますけれど、一番大きいのはやはり減少のところでございます。キリキン。はい、そういったところなので、これからもぜひ努力を続けていただきたいなというふうに思います。で、その他にまた最近これからどんどん高齢化が進んでいくということもあって、やはり申請者の数も増えるのではないかなというふうに思うわけです。こういったことに関して、申請者が増えたからといってそこでシャットアウトするわけにはいけませんので、これは調査の数を増やしていくという対応しかないかと思うんですが、このあたりどのように市は対応をなさるつもりでしょうか。上村課長。
後期高齢の方もこれから増えていくという中では当然、申請される方も増えてくるという状況になっております。でそういったところで、現在も申請件数そのものに関してもまだ爆発的な伸びという形ではない、ありませんが、毎年度少しずつ増えていることがあります。そちらに対応していくためにはですね、やはり、介護保険課の体制も含めて、その調査をできるだけ効率よくしていくような形で工夫をしていきたいというふうに考えております。キビキ、はい、ぜひ体制整備も含めてですね、しっかりとした体制を整えていただきたいなというふうに思います。その中で認定調査、特に更新の認定調査に関してはですね、外部ケアマネージャーに委託をしているという部分もあるかと思います。主には市内の介護支援専門員がいる事業所に委託をしているかと思うんですが、これはケアマネだからといって認定調査ができるというわけではありません。ケアマネージャーの資格を持ってなおかつ認定調査の研修を受けなければこれは実施ができないと。でこの研修を受けるにはどうしたらいいかというと、今基本的には市が行っている年一度の研修を受けると。その他にも例えば他の市で実施していたり東京都が実施していたりするものがあるので、そういったものを受けるという方法もあるわけですけれども、なかなかそういった情報というのがケアマネージャーのところまで流れてこないということで、認定調査員の数を増やしていくということに関してもまだ工夫の余地があるのかなというふうに感じているわけですが、市はそのあたりどのようにお考えでしょうか。上村課長。認定調査員の研修というところでございますけれども、こちらの方、東京都の方で情報等を、取りまとめているところですが、そちらを、市の方でも情報を集めまして、市の方に問い合わせていただければ情報提供したいというふうに考えております。キビキン、はい、市の方に問い合わせをすれば、情報提供するということです。そういったことに対して対応していくということも一つ大事だと思いますし、これからその認定調査の数が増えるということを考えたときにはその受け皿をしっかり作っていくということも必要だと思いますので、ぜひ市からも積極的に情報提供していただきたいというふうに思います。合わせてこの4月で、介護保険の制度が改正されてですね、要介護認定の期限が原則今まで6ヶ月であったのが12ヶ月に伸びたかなと思います。合わせて養子縁から養子縁の場合は12ヶ月、もともと12ヶ月ですね、介護が絡んだ時には6ヶ月だったのが12ヶ月になったと。で合わせて今まで更新の申請の場合は3ヶ月から12ヶ月の間で認定結果を出していいよということだったのが、上限の12ヶ月から24ヶ月まで伸びたと思います。こういったことも積極的に活用して、で認定調査をしっかりと30日以内に対応していくという体制を整えることも大事かなと思いますが、市のお考えを伺います。上村課長。養子縁の方の認定の期間ですけれども、こちらについて最長その1年6ヶ月から1年という形ですが、新総合事業に移行した段階でそちらの延長が認められるという形になりますので、28年度以降そういったことで対応していくような考えであります。キリキン、はい、多摩市の場合は新総合事業が28年度からということで、27年度中はこちら の恩恵を預かることができないということで、一般質問の中でも散々ですね、27年度中に開始をすると28年3月からでも構わないから27年度中から始めることが多摩市にとってのメリットがたくさんあるんだというお話をさせていただきまして、その時は包括的支援事業の上限が報酬が、市の財源として6250万ぐらいですかね、増えるというようなところでメインでお話しさせていただきましたが、認定調査というところにあってもこういったメリットが受けられるということでお話をさせていただきました。ぜひですね、今回予算の関係もあってここですぐに答えようという話にはならないんですけれども、
前向きに少し検討していただいて、市民のために何かこうできることはないかということを模索していただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。他に質疑はありませんか。板橋茂委員。はい、それでは質問させていただきます。まず歳入についてですけれども、1号被保険者保険料なんですが、保険料も上がり、高齢人口も増えてきて、これ年々これはやはり増えてくるのは当然だと思うんですけれども、1号被保険者の保険料の普通徴収保険料が、これは今回、今までの流れと違って、9300万も、減少しているというのは、これは一体どういった減少なの、傾向なのか、お聞かせください。上村介護保険課長。はい、1号被保険者の普通徴収の方の部分が、減少しているのはどういうことかということで、ありますけれども、保険料についてまずちょっとご説明したいと思います。で、保険料は介護保険の給付の見込みから基づいた保険料の算定をするわけですけれど、第1号被保険者の方に持っていただく割合がですね、平成27年度から基本的に 22% の部分ですね。で、それと財政調整金の、本来国の方から 5% というのが基準であるんですけど、そちらで入ってこない部分、多摩市の場合は元気なお年寄りが多いということで、そこの部分が、あと後期高齢の割合が低いということで、その部分も第1号被保険者の方に持っていただくというところで、22% と 5% にかなり近い額で、ご負担をいただくということになります。で、その中で保険料については基本的に年金の方からの特別徴収で対応させていただいております。で、ではその普通徴収、いわゆる納付等で納めていただく方たちはどういった方たちかというと、ちょうど65歳に到達した方ですね、年度途中に65歳に到達した方が年度途中ということもありまして、そちらの方たち、それから年金の収入で18万未満の方で、それとあと多摩市に転入を年度途中にされてきた方が該当になります。ですので、全体の保険料としては委員さんの方のお話でもありましたとおり伸びてはいるんですけれども、今回ご質問のありましたその普通徴収の部分ですね。で、ここについてはこの予算の中で26年度の予算と27年度比較してそこがマイナスになっているということですけれども、25年度決算の実績に基づいてですね、その割合をちょっと見直させていただきました。で、26年度に関しては特別徴収が 81.9%、 普通徴収 17.3%、 あと滞納の分があるんですけど、これが 0.8% でございましたけれども、今回の予算27年度において特別徴収が 88.7%、 普通徴収 11%、 滞納分が 0.3% というふうに見直させていただいた結果でございます。板橋委員。私もちょっと勉強不足でちょっとよくわからないんですけども、やはり保険料払う人はやはり増えてきているわけですよね。で、保険料が減ったっていうことなんですか、これは。上村課長。保険料が減ったのではなくて、その保険料を徴収する方法の中で、年金から特別徴収をしている人の割合と、それから一般の納付している割合を、そこを変えたということです。板橋委員。ということは、その特別徴収がの方々が増えたということでよろしいんですか。上村課長。見込みとしてそのように割合を振り分けたということです。
板橋委員。分かりました。今後私また勉強していきたいと思っております。で次はですね、先ほども出ましたけれども、新総合事業に28年度から入るという、その前の年ということで、いろいろと予算も歳出の方でも変わってきていると思うんですけれども、新たなこの特徴という点で、何か今回の予算全体についての特徴をお答えください。上村課長。はい、今回の予算の中で、一つは28年度の地域支援事業の変更が意向がございますけれど、そういったことも踏まえて、27年度から地域支援事業の方に新しい事業を加えているところがございます。それとあとシステム改修等が必要になってきておりますので、そちらの方も計上させていただいているところです。板橋。私が特に感じたのは、今回認知症施策総合推進事業というのが、認知症の関係の予算が相当組み込まれているなというふうに思うんですが、その点での対策についてお答えです。伊藤高齢支援課長。ただいまご質問いただきました点でございますけれども、今回の今上村課長の方で申し上げた新しい取り組みというようなところではですね、新しい介護予防日常生活支援総合事業につきましては、多摩市は平成28年の4月からでございますが、包括的支援事業については平成27年度の4月から取り組みを始める予定でございます。で、その中大きく3つございまして、在宅医療介護連携の推進、それから今お話ございました認知症施策の推進、3番目に生活支援サービスの体制整備というふうになってございます。板橋委員。はい、その中でやっぱり認知症の推進事業では、やはり基本的には在宅をどうも基本にされているような、いろはの方で資料を取っていただいた21、22のところにあるんですけれども、もう在宅が中心のような気がするんですが、私は今現在の医療や介護の改悪の中で、医療現場からも締め出され、介護現場からも締め出されたという、特に今回、認知症を取り上げて考えたときにですね、こういった方々が本当入る施設、受け入れ体制という点では、ちょっと不安な思いがするんです。例えば、その家族がある認知症の方の場合は、まだですね、みんなに見守りながら生活していけるけれども、やはり独居とか、まさに老老介護のところでのですね、認知症、こういった場合は、要支援とか、要介護1、2も含めてですね、対策考える必要があると思うんですけども、その点いかがでしょうか。伊藤課長。ただいまご指摘いただいた点は非常に重要な点と承知してございます。で、1点は今回、特別養護老人ホームについては、要介護3以上の入居になりますので、そうした場合にですね、認知症の症状がある方については、やはり軽度の方、要介護1、2の方もですね、独居の生活が難しい方についてはですね、引き続きその状態でもですね、特別養護老人ホームに入所できるような体制を取ってございます。で、一方は在宅ということでは、認知症のグループホームとか、小規模多機能のそうしたサービスを使いながら、在宅の継続を目指していきたいというふうに考えてございます。板橋。合わせまして、今回の新しく出ているのは、生活支援体制整備事業、これは生活支援介護予防サービス提供主体の協議体委員謝礼という形で予算が計上されておりますけれども、これはもう新総合事業に入るとは思うんですけれども、グラフを見てみますと、今まで介護を受けていた人、そして新たな介護対象という点では、サービスの内容が、例えば訪問介護でも、訪問型サービスと、今までの訪問と、やはりこの違いなんか、今後、非常に心配になってきているんですけれども、どのように考えておられるのか。伊藤課長。先ほど申し上げたようにですね、新しい総合支援事業につきましては、平成28年の4月から私どもは実施する予定でございますので、27年度1年間かけてですね、どのような体制で新しいサービスを組んでいくかということにつきましては、検討を進めてまいりたいというふうに思ってございます。板橋。
まあ、通所にしても訪問にしても今までの介護と新たな新総合事業ということになってですね、非常に紛らしくなってきているわけですが、その中で一番紛らしいと思うのが要支援 1,2 なんですよね。総合支援事業では他の人もひっくるめてサービス提供するということになってくるんですけども、その要支援 1,2 もなくなってしまうんじゃないのかという気がするんですが、その点はいかがですか。伊藤課長。ただいまご質問いただきました点でございますが、現行の制度体制の中では今回要支援 1,2 のですね、予防給付のうち予防訪問介護と予防通所介護が、まあ、新サービスに移行するというような考えでございますので、引き続きですね、まあ、例えば医療系のサービス等をご利用の方については要支援 1,2 の中でもご利用を進めていただくことができるというふうに思ってございます。で、今後その要支援 1,2 がなくなるというようなことにつきましてはですね、現在の段階ではそのようなことは考えてございません。手橋委員。まあ、27年度のサービスの中でも要支援1、要支援2、そしてその他のサービスなどについてはやはりサービスの内容などについてもいろいろランクがあるんでしょうか。伊藤課長。ご質問いただきました点について改めてですけれども、多摩市については総合支援事業については28年の4月から実施でございますので、27年度はですね、現行の制度と同様のサービスについてお使いになっていただくことができるというふうに考えてございます。多摩市委員。それでは先ほど言いましたように、まあ、認知症 の、まあ、体制づくりと支援体制づくりというんですけれどもね、やはり在宅で支援体制をするというにはそれなりのやはりマンパワーがやはり求められてくると思うんですが、私はヘルパーさんの養成事業なども進めるべきだという形で先日もお聞きしましたけれども、そういうマンパワー体制づくりという点ではどのような計画を持っておられるのかお聞きいたします。伊藤課長。認知症の施策につきましてはおっしゃるようにですね、確かにそれを支える人材が必要になってございますので、私どもとしてはその認知症の総合施策を総合的に進める中でですね、例えば介護保険事業者連絡協議会における研修等においてですね、そうした認知症の対応等についても相談をしながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。他に質疑はありませんか。星野直子委員。今のところの関連で147ページの認知症施策総合推進事業のところで伺いたいと思います。私も非常にこの新しい事業を注目しておりまして、欧米の方ではね、早くから認知症対策っていうのを国を挙げてやってまいりましたけれども、やはり日本でもね、やっとこう平成24年9月に厚生労働省が5年間計画ということで認知症対策を本腰を入れてやっていくことになりました。それで厚生労働省の今後の認知症施策の方向性、ケアの流れを変えるっていうところを見てみますと、認知症の人は精神科病院や施設を利用せざるを得ないという考え方を改め、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けることができる社会の実現を目指すというような目標を掲げているんですね。で、この実現をするためにはケアの流れを変え、むしろ逆の流れとする標準的な認知症ケアパスを構築することを目標としますというふうに書いてあるんです。それでこの私よくわからないのですが、むしろ逆の流れっていうことをどういうふうに行政側は捉えているのか、それと、標準的なケアパスっていうのはどういうものなのか伺います。はい、伊藤高齢支援課長。はい、ただいまご質問いただきました第1点目でございます。その逆の流れというのはですね、今まで の認知症ケアというのはその認知症症状が出てからいわゆる事後のところからの対応、緊急性が高いような対応だったんですけれども、今後については早期発見、早期介入、早期治療というようなところでまず事前のところから広がりを持っていこうというような考え方でございます。それから認知症ケアパスについてまあ、イメージ的にはパスってこのようなカードのようなものが想像されるんですけれども、中身はですね、高齢者介護保険事業計画にも記載させていただいたように認知症の状況に応じたサービスの提供の流れを今後まあ、パスという形で、市の方で示していくというふうなことになってございます。星野委員。はい、ありがとうございます。この国が挙げて、ね、この5年間でやる目標の中に今伊藤課長がおっしゃったように事前の対応、早期診断、早期
支援ということが謳われていますので、私はそこの視点で伺いたいと思っているんです。とても大事なことだと思っていますので。それで今おっしゃっていた認知症のケアパスというのがなかなかこうイメージが私も分からなかったんです。それでもうすでに作っている船橋市の認知症ケアパスというのを打ち出してみました。まあ、パーッと見るとこの市民の皆さんが見て、ああこういう機関があるんだ、この病院はこういう対応してくれるんだというようなものがここに謳われているんですね。多分多摩市もこんなようなものを作っていくんじゃないかと思っているんですけれども、多摩市としては今策定段階でどのような段階にいらっしゃるのか伺います。伊藤課長。今お話いただきました船橋市の資料も私ども見させていただいてございます。でケアパスについてはですね、その一連の流れを示すという中で、まあ、今回予算の方でも挙げさせていただいてございます初期集中支援チームとか、それからですね、認知症のその連携の推進員とかですね、まあ、そうした中をいかにその機能をきっちりそのつなぎ合わせたものをですね、利用者さんとか市民の方々にお示しをしていくかというようなところが非常に大事だということで、それぞれの部分部分ではですね、少しずつ話し合いを進めておりまして、まあ、具体的にはですね、来年度中にそのきちんとしたケアパスというふうなものをですね、作成してまいりたいというふうに考えてございます。星野委員。はい、今おっしゃったように人の、ね、生活習慣や価値観が変わっていく中で、認知症になったときに自分はどういうサービスを受けたいのか、あとは家族の方に、ね、どういうサービスを受けさせたいのかということが分かるように、このケアパスの作成以外にも普及ということも謳われていますので、ぜひそこを充実させていただきたいと思っています。それで今、認知症集中支援チームというのがおっしゃってましたけれども、ここはこれ一般質問の中でも、新谷議員の一般質問の中でも、医療機関に委託したいんだというようなお話がありましたよね。で、予算書の149ページの中でも委託料が、まあ、905万4千円載ってますけれども、ここはこの、まあ、医療機関といっても、認知症のね、対応できる機関ってそうそうないと思うんですけれども、多摩市の中にはいくつそういう機関があって、もう4月1日からこちらチーム結成することになるので、今こうどういう契約方法を考えていらっしゃるのか、そこについて伺います。伊藤課長。ただいまご質問いただきました点につきましてはですね、まあ、多摩市の中でいわゆるその精神科のうち、認知症とかです、あるいは物忘れ外来とかというようなことで標榜されている大きな病院は大きく2つございます。でその病院のうち1つはですね、すでにオレンジチームというふうなものでですね、認知症の対応のチームをすでに2年ほど前からですね、その病院内に設置してございますので、まあ、私ども医師会を通じてですね、そちらの病院とコンタクトを取らせていただいて、具体的には匿名でその病院にお願いをする予定でございます。星野委員。はい、匿名ということなので、ちょっと気になるところがあるんですけど、この予算書に載っています認知症初期集中支援チーム検討委員会っていうのがありますよね。それは多分匿名なので、その集中支援チームは匿名だということで、そのチームがどういうことを今後行っていて適切な処理ができているのかということを検討する委員会なのかなと私は思っていますけれども、この委員会のはどういう意味で設置するのか伺い、それとメンバーも伺います。はい、伊藤課長。ただいまご指摘いただいた点は非常に大事な点というふうに考えてございます。お話しさせていただいたように、今回についてはチームは委託でございますので、その実績評価についてはですね、きちんとしたその外部の評価が必要になってくるかなというふうに思ってございます。でこちらの認知症初期集中支援チームの検討委員会については、医療保険福祉に関わる方々を、これは事業所も含めてですけれども、検討委員会の方に入っていただきまして、実際のチームの動きについて、評価というかですね、活動内容について評価検討をするチームでございます。星野委員。はい、もうすでにオレンジチームといって2年前から活動されているということなので、実績はあると思うんですけれども、ただ機関が2つしかないということで、多摩市内にはここの、ね、検討委員会のところがどういうふうな評価をして、どういう評価基準でこの評価をどのように市民の皆さんに知っていただくのかというのが非常に気になるところですけど、そこはどういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。伊藤課長。評価という点ではですね、具体的な事例に沿いましてですね、その
チームと関わりがある、まあ、その具体的な事例と関わりがあるですね、医療機関や関係団体から十分なこうヒアリングをして、まあ、その動き方で良かったのかどうかとかですね、それから次にはこういうケースが来たらどのような動きをするかというような、まあ、具体的な内容について、まあ、ヒアリングを含めて検討をしてまいりたいというふうに考えてございます。星野委員、はい、それよく分かりましたけれども、それを市民の皆さんはどういうふうに見ることができるんですか、見える化できるんですか。伊藤課長。基本的にはですね、今回もその議事録の作成というふうなところでこの予算の中にはさせていただいてございますので、議事録の中を、まあ 行政資料室等でですね、きっちり公開をしていく中でそちらをご覧になっていただくことはできるというふうに考えてございます。星野委員、はい、まあ、今後やっていく中で、まあ、改善点などが出てくると思いますので、議会の方にもね、ぜひそういう情報提供していただきたいというふうに思っています。それ と、この認知症対施策推進5カ年計画の中には、早期診断等を担う医療機関の数を平成24年度から29年度まで約500箇所整備しますというふうなことが書いてあるんですよね。で、新谷議員もおっしゃってましたけれども、多摩市には認知症疾病医療センターがありませんよね。今後多摩市の中ではこのようにこの 500箇所を整備するっていうふうに謳っている中で、多摩市の方ではこういう医療センターみたいなのを、ね、設置する予定になっているのか、そういったどういうプロセスになっているのかを伺います。伊藤課長。例えばご質問、一般質問でも新谷議員の方でのご質問にご回答した件もございますけれども、基本的にはですね、その拠点型というものがですね、すでに東京都の中12箇所ございまして、今回平成27年度にあたりまして東京都の方が地域連携型の認知症疾患センターの公募を始めているところでございます。で、伺っているところではその公募のお話のところには2箇所程度の大きなところが言っているというふうなことは伺ってございますが、その先についてはですね、実際に公募をされたかどうか、応募されたかどうかとか決定事項については今後になるというふうに考えてございます。星野委員。東京都の、ね、指定を受けたその病院っていうのは多分その、まあ、2箇所になるのか1箇所になるのか、あるいはないのか分かりませんけれど、これからだということなんですけれども、ぜひその認知症の専門の外来がね、多摩市の中にもできるようにと私は思っていますけれども、そしてそのもし設置された場合はこの認知症初期集中支援チームとのどのような連携が取られるのか、この、集中支援チームというのはおおむね6ヶ月っていうふうに、書いてありますよね。集中的の、家族支援などの初期の支援を包括的集中的に行い、自立生活のサポートを行うチームっていうのが認知症初期集中支援チームなわけですよ。なので、今度東京都から、まあ、指定されるその病院とはどのような連携を図っていくのか、そこを伺いたいと思います。伊藤課長。ただまだの点でございますけれども、認知症初期集中支援チームというのは、まあ、先ほどお話しさせていただいたようにですね、医療機関に委託をさせていただきます。それから、今回森さんで挙げさせていただいている認知症地域支援推進員というものがですね、まあ、連携しながら MCI という、まあ、軽度の方を早期に発見して、まあ、医療機関の確定診断等に結びつけるというふうな流れになってございます。それで、まあ、確定診断がついて認知症での治療等が始まりましたら、先ほどお話しさせていただいた専門の医療機関である認知症疾患医療センターの方にお願いをしてまいると。で、その段階で集中支援チームの関わりはおしまいというような形で考えてございます。星野委員、はい、そこの流れが私分からなかったので、まあ、なので多摩市にはその東京都の指定の、ね、認知症専門の病院が指定されることを私は願っていますけれども、その指定されることによってその病院は何かこう東京とか、いや、あるいは国から援助されることがあるのでしょうか。伊藤課長。それは、まあ、東京都の方の予算というふうなところになってございます。伺っているところでは、まあ、1箇所1000万円程度の予算が用意されているというふうには聞いてございます。
星野委員。はい、より、ね、充実した認知症対策ができるんじゃないかなというふうに私は思ってますけれども、それと、新谷議員の質問にももしかしたらあったかもしれませんけれども、このかかりつけ医の認知症対応力向上研修というのが、この5年間計画の中に入っていますけれども、多摩市の中に、将来的には、ね、3万人増やしたいというような、すみません、国の認知症検査を、検証を受けたかかりつけ医は3万人いるというふうにデータがありますけれども、多摩市の場合は、何人ぐらいの、お医者さんがこの検証を受けたのかどうか伺います。伊藤課長。認知症に関わるですね、東京都の方での研修等でございますが、大きく2種類ございまして、認知症サポート医と、それから今お話しいただいた認知症のかかりつけ医というようなところになってございます。で、かかりつけ医についてはですね、現在の多摩市内で37人ほどこちらの研修を受けているということと、認知症サポート医については6人ということで聞いてございます。星野委員。はい、今37人かかりつけ37人とおっしゃってましたけれども、この多分これは診療科を問わないんですよね。耳鼻科だったり内科だったり、外科だったり、外科ってことはあまりないと思いますけど、でもそう問わないわけですよ。なのである意味ですね、研修を受けたとしても、そのお医者さんによって対応が多少異なるんじゃないかなっていうところを私非常に懸念していまして、認知症になった方のね、この声を集めた本の中をちょっと紹介したいんですけれども、死にたくても死ねない、妻には心身ともに迷惑をかけている、小学校の校長を務めた方がメモを書いたのを奥さんが見て、その時はね、奥さんも涙が止まらなかったっていうふうなことを言ってるんですね。こんなに苦しかったなんてっていう、全然気づかなかったそうなんですよ。それでその男性は眠れないとして神経科を受診したけれども、うつ病と診断されたそうです。で、アルツハイマー型認知症の検査も受けたが、記憶障害などがないため認知症を診断されなかった。しかしその後万引きや薬の飲み方がおかしいのではないかということで、別の病院を受診したんですけれども、その診察は同じで、やっぱりうつ病だっていうふうに診断されたんです。で、その後ね、要介護認定を受けたんですけど、病状が悪化して、ケアマネの勧めで専門外来を受診したんですそうです。それで初めて丁寧な問診や、前頭葉機能の検査、MR 検査を受けて認知症と診断されたそうです。で、発症から9年が過ぎた告知だったそうです。非常に気の毒ですよね。それでその奥さんは、やっと正しい治療を受けさせてあげられる。きちんと診断してくれてありがとうっていうふうに思ったそうです。こういうのがね、本当は実情だと私は思うんですよね。それで、だからこそこの5年間、この5年計画でね、事前に早期発見っていうような対策をやっていくと思うんですけれども、これは、医療だけじゃなくてね、介護の方の連携も必要なわけですよ。それで多分介護の方の方々に対しても、認知症の、ね、研修をされていると思いますけれども、そこはどうなっているのか伺いたいと思います。そして市の関わり方はどうなっているでしょうか。はい、伊藤課長。ただいまご質問いただきました、認知症に関するですね、専門的な介護の研修については主に都道府県の方で担ってございます。で、市との関わりにつきましてはですね、地域密着型サービス、例えば認知症のグループホームについてはですね、その東京都の認知症の専門研修を受けたものでないと、その管理者等になれないので、そうしたところで市からその地域密着型の指定については推薦をしたいということでさせていただいているところでございます。星野委員。はい、さまざまな、ね、社会資源等 の支援が必要だと私は思っているんですね。それでしかもですね、その初期の認知症って診断されて、介護保険を使うまではね、時間がある方も中にはいらっしゃると思うんですよ。それで、その認知症本人だけではなくて、家族の方も非常に、先ほど挙げたようにね、非常に大変だと思うんです。それで、欧米の方では、本人や家族を支える認知症カフェみたいなのが非常に増えてきています。で、多摩市でも新谷議員の質問にも答えていらっしゃいましたけど、今現在3箇所あるというふうに伺っていますが、どのような形態でどこが運営しているのか、もし差し支えがなければお答えください。伊藤課長。
こちらについては新谷議員の一般質問でもお答えさせていただいたようにですね、まあ、今現在市内に3箇所ございます。で1箇所はですね NPO 法人 NPO がですね自分のところでそう開設しているところ、もう1つは有料老人ホームの中にその認知症壁があると、それからもう1つはですね NPO の場所を借りて中部包括支援センターがそちらの場を運営をしてございます。星野委員、はい、今、地域包括が運営しているっておっしゃってましたけれども、川越の方でもね、地域包括支援センターが中心となって、まあ、自治会とか老人クラブとかそういうところと一緒に、ね、連携しながら認知症カフェ開いてるんですよね。新たな財源を使わなくてもその包括の中でね、工夫して私は認知症カフェを広めていってほしいなというふうに思っていますので、これは要望したいと思います。それと認知症の方は今まではこうなっちゃうと何も分からなくなってしまうというふうな、皆さんそういうふうな認知症があるかもしれませんけれども、これからはね認知症の人の声を施策に生かしていこうというような動きも始まってますよね。それで65歳未満の若年性認知症の人が働きたいという声を受けて、厚生労働省は11年デイサービスなどの物品販売や清掃活動を行った場合利用者が謝礼を受けるってことを始めました。で私はそういうね本人の思いを施策に反映していくべきだというふうに思っています。で、この厚生労働省と今度国土交通省が連携して調査を行ったんですよ。で認知症の人が外出時にどんな傾向があるのかということです。それは車道を歩きがち、それとか赤信号でも渡ってしまう、下を向いて歩くというようなデータがあります。ですので私は低い位置にこれからはサインなどを、ね、設置するとかっていうような、福祉だけではなくてね、まちづくりの観点でも私は認知症対策をしていくべきだと思いますけれども、そのお考えを伺いたいと思います。伊藤課長。ただいまご質問いただきまして非常に大事な点というふうに考えてございます。認知症にですね、優しい街づくりというのは究極的には全ての方々に優しい街づくり、ひいてはですね、私ども多摩市が目指しております多摩市版地域包括ケアシステムにつながり、スマートウェルネスシティにつながることだというふうに考えてございますので、まずはその認知症をですね、の街づくりを取り組むことでそうした広がりを持たせていきたいというふうに考えてございます。星野委員。はい、その一環として、ね、認知症サポーター制度も積極的にやっているということなので、まあ、そこにつなげていただきたいと思うんです。それで今申し上げたとおり、今ハード面のことを申し上げましたけれども、やはり住民の理解というのも必要だと思っているんですね。認知症の人ってお店に行くと、まあ、大量に同じものを買ってしまうとか万引きしてしまうとかね、そういう傾向にあるようなので、お店の側もね、スーパーなんかも認知症の、講師みたいなのをやってるんです。あとね、静岡県ではですね、商店街やタクシー会社にも認知症の、対策の講習みたいなのをしてるんですね。やはりね、そうやって事業者の方々の意識も変えていただかなくちゃいけないと思っていますので、ぜひそちらの方の協力も求めていった、言っていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。伊藤課長。私ども今お話しいただきました認知症サポーターについては現在のところ8000人以上の方にこれを受けていただいてますけれども、私どもでもですね、その企業とかそういう、まあ、多摩市の市役所の中でも新入職員の方々に対して保護支援センターがこの認知症サポーター養成研修を受けてもらっております。でそうしたところで住民あるいはですね、その企業の方々も含めて今後それをさらに推進してまいりたいというふうに考えてございます。星野委員、はい、ぜひね、これからは多摩市全体で取り組んでもらいたいと思うんですよ。それと私最後に提案したいんですけれども、栃木県のね、矢板市では高齢化率が 33.1% ということで、健康診断の一部として認知症検査を実施することになったそうなんです。でこれもやはり介護特別会計の中で対象者が65歳以上で9000人ぐらいなんですけど、
予算いくらですかって聞いたんですけど、なかなかこれから始めるんでっておっしゃってたので、大体2000万くらいですかねなんてお話がありましたけれども、私はこの本来の目的のね、早期に発見、事前に対処するっていう意味では、健康診断の一部に認知症対策、認知症の検査を入れていくべきだと思ってますし、先ほどおっしゃってた MCI ですか、そこの方々に対しても、私は効果的なのではないかと思っていますけれども、今後の展望について伺いたいと思います。伊藤課長。今回の多摩市の方でも認知症の出現率というところでは 6.8% でございますけれども、2025年にはですね、大体その倍以上の 13.8% というふうに見込んでございます。でそうした中、さまざまな取り組みを進めていかないとこの認知症施策は進まないというふうに思ってございますので、ただいま ご意見いただいたことも含めましてですね、今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。もしもいい、ぜひよろしくお願いします。他に質疑はありませんか。木力豊員。では、今、質疑のあった認知症施策総合推進事業を含む包括的支援事業について伺っていきます。まず、ね、認知症施策総合推進事業ですが、今の質疑を伺ってですね、昔読んだ本ですけれども、私は誰になっていくのっていう、確かそんな名前の本があったかと思います。認知症の方が書いた本で、その方が表現されるには、認知症の方っていうのは感情とか変わってるわけじゃなくて、こうなんていうんですかね、深海とかを潜った時とか、宇宙で作業するときにこう宇宙服みたいな、潜水服みたいなものを着ているという、そんな感じであると、全ては分かっているんだけどそれを表現することはできないんだというようなお話を、その認知症の罹患された方が書いた本で、確かそういうのを読んだ記憶がありまして、そういったことを思い出しました。私はケアマネージャーとして、そういった方の代弁機能をしっかりと果たしていかなきゃいけないなと常々思っているわけですが、やはり議員としても声なき声をしっかりと聞いて、代弁者としての機能を果たしていかなければいけないなというふうに改めて思いました。でこの認知症施策の中でですね、早期に発見をしていくという形でお話が何度かあったと思います。その中でですね、よく話題になるのが、年相応の物忘れと認知症は、病気の認知症は違うんだよという話があります。この認知症施策総合推進事業の中で、年相応の物忘れというのはこれに含まれるのかどうかということについては、市はいかがお考えでしょうか。伊藤高齢支援課長。そこのいわゆるその MCI とですね、単なるその物忘れというふうなところについては、なかなかその、医療側の判断というところも難しいという話も聞いてございますので、そうした中ではちょっと日頃からですね、違うというふうな気づきを私どもは大事にしまして、たとえそれは物忘れであったとしてもですね、きちんとその、例えば初期集中支援チームで関わりを持つ中、適切な医療機関専門による診断でですね、治療に結びつけていくのか、いやこれは単なる物忘れですからそれほど心配しなくていいですよというようなところにしていくかというところを進めてまいりたいというふうに考えてございます。キリキン。はい、そういった年相応の物忘れについてもしっかりと区別する中で見ていくというご答弁だと思いますけれども、やはりですね、ご家族、これだけ啓発を進めていく中でご家族が一番近くにいて判断していくわけですが、その頼りになったお父さんお母さんが認知症を患ってしまったということはなかなか思いたくない、なので認知症の発見が遅れるということもあります。病気ではなくても年相応、人間みんな必ず行く道の中で物忘れであるという段階でも気軽に相談ができるという形を取っていくということが、一つ認知症の早期発見早期治療につながっていくのかなと思いますので、そのあたりも含めて広く対応していただきたいというふうに思います。一つですね、事業カルテの予算執行方法というところを拝見しましたら、一番最後のところに認知症普及啓発って書いてあって、認知症普及はちょっと逆の意味にも取られそうだなというふうに思ったので、ここはですね、認知症の予防とか支援とかそういった言葉を入れた方が適切かなというふうに思います。それから包括的総合事業の中で在宅医療介護連携推進事業というのがあります。来年度新規に始まる事業で、いろんな連携の仕方があると思うんですけれども、やはり最終的には顔の見える関係づくりということが一番大事になっていくのかなと思います。でこういうことを聞くとですね、いろいろ誤解されるかもしれないんですが、
いろんなところで、交流会のようなものがあって、その中で懇親会だとか懇談会だとか、お食事をしたり、する場面があります。でそういったところにですね、私もいろんな自治体の介護に携わっているものですから、ケアマネージャーとして参加することがあるんですが、行政の方が参加をしてくださるという場があります。でこれをですね、行政の人にしてくれという話をしてしまうといろいろ問題があるかなとは思うんですが、やはり事業所の立場としては行政の方とざっくばらんに話ができる場があるということに関してはすごくありがたいなという時間があります。また行政の方もこれは聞いただけなので本心かどうかは分かりませんけれども、やっぱりその事業者の現場の生の声を聞く機会があるということに関しては、ありがたいというふうに言ってもらえることもありまして、そういったことをですね、これは強制をするとか、こういうふうにしてほしいとかっていうことではちょっと語弊があるのかなと思うんですが、貴重な機会の一つだと思いますので、ぜひそういったことも、ね、含めて、介護医療の連携、また行政を含めた連携を進めていただきたいというふうに思います。で新規始まる、新しい包括的支援事業と、既存の包括的支援事業があって、新総合事業を始めない多摩市の場合はですね、新しい総合包括的支援事業のこの新規の4事業に関しては財源に関しては今までの 2% プラス 2% の中の 3% っていうものじゃない別のところで上限が決まっているかと思います。ちょっと計算が複雑なのでよくわからないんですが、一言だけその新しい包括的支援事業新規4事業の標準額というのがあって、これは多摩市ではこれをオーバーすることがないのかどうか、そこだけ一つ確認をさせてください。はい、伊藤課長。ただいまご質問いただきました点について、新しいものにつきましては、その上限額をオーバーすることは現時点では考えてございません。ピリキン。財源についてもしっかりと検討されているということで安心いたしました。あとはその予防給付の話になるので、こちらで一度質問を終わらせていただきます。他に質疑どうぞ、よろしければ続けていってください。じゃあ続きまして、そのままですね、139ページにあります介護予防サービス等諸費について伺います。こちらの事業なんですけれども、ずっと今まで、包括的支援事業が、新総合事業を始めると6256万円財源がプラスになるよとか、認定調査先ほど質疑させていただきましたけれども、例えば1年間しか認定期間がなかったのが2年になるということで認定調査の機会が半分で済むよという形で、それも経費削減であったり、これから増え続けるであろう高齢化社会、これからに対する対応の一つなのかなという形であるわけですが、もう一つですね、新総合事業を27年度中に始めるメリットとして、予防事業、今までの予防事業、新総合、これから新総合事業になるわけですが、こちらの上限の計算の仕方が変わっていくという点が挙げられるかというふうに思います。その中でまず一つ確認しておきたいのが、27年度の介護予防サービス当初費の、当初予算ですが、26年度は3億1663万と書いてありますが、これ確か補正があって4億5163万まで増えているかというふうに思います。これだけ急激に増加している中で、今回の当初予算が4億5843と微増にとどまっているということで、これはちょっと財源的に不足があるのではないかなという危惧を感じるわけですが、そのあたりは市はどのようにお考えになってこの予算を数字を計上したんでしょうか。上村介護保険課長。今回、介護予防の方の給付が補正ということで挙げさせていただいたわけなんですけれども、そちらについては第6期の計画の中で、策定してきた数字を元に予算化しております。で今回また第7期に、第6期に向けてですね、介護券の給付の方を、見直しをいたしまして、そこで出た
予防給付の額を今回、27年度の予算の方で計上させていただいてますので、不足するということはないというふうに考えております。キビキ理由がちょっとよく分からなかったので、とりあえずは、今回4月から報酬の改定もあって、かなり削減もありましたから、そういったところで、抑えられるのかなというふうに推測をするわけですが、その分ですね、事業者に関してはちょっと辛い思いをしている部分もあるかなというふうな感じもあるわけで、そのあたりはぜひ、報酬以外のところも含めて、いろいろな形で支援をしていただきたいというふうに思います。で、新総合事業を27年度中に実施しないということで、この上限がですね、原則的なものをしっかりと使っていきなさいよということになっていると思います。前年度実績を使って75歳以上の高齢者の3カ年の平均というのが上限になるかと思うんですが、今までの伸び率を見るとですね、この数字というのはかなり多摩市にとっては厳しい数字なんじゃないかなというような気がするんですが、そのあたり市はいかがお考えでしょうか。上村課長。地域支援事業の移行の予算の関係でございますけれども、新しい総合事業の方に移る段階で、国の方で算定式を示している部分がございまして、基本的には新総合事業の方に予防の給付である通所介護と訪問介護を移った場合にはですね、こちらは今までのその事業給付の事業に対して、後期高齢の方の伸び率をかけていくというのが基本的な上限額の考え方になっていきます。で、今回の移行に伴ってそこに特例という形でですね、さらに市町村が有利な選択ができるような介護給付全体で、伸び率がどうなっているかというのを見る選択できる計算式というのを一つ示しております。でもう一つ、もうそれでも、移るのにちょっと支障があるような場合には 10% の特例というところで 10% をさらにつけた形で、移るような仕組みがございます。でさらにもし万が一というところなんですけど、それはまた個別に国と調整して移行していくという、そういうふうな制度になっております。キリキン。はい、新総合事業に早期に移行することによっていろんなメリットがあるんだよということで、国から制度が示されているかと思うんですが、多摩市では28年度から実施するということで、27年度中はその恩恵を預かることができないということで、原則的な上限しか採用することが選択することができないということになるかと思うんですが、果たしてこの原則の上限で本当に介護予防事業給付が賄えるのかなというところがすごく心配なんですが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。上村課長。はい、新総合事業に移って継続して、事業継続できるかということですけれども、先ほど、移行についてはそういった特例がありまして、特例で、実施していて、その後は基本的には後期高齢者の方の伸び率で対応していくということになりますけれども、そちらの上限で事業そのものは継続していくことが十分可能であるというふうに考えております。キリキン。分かりました。とりあえずはじゃあ今の計算の中では原則的な上限でも十分賄えるという計算をしたということで理解をさせていただきます。で今後ですね、多摩市の場合は特に、高齢化、要介護率が低いということで、それがものすごくいいことではあるけれども、逆にこれから要介護率が上がっていくリスクを抱えているという裏返しでもあるかなと思うわけで、その中でこの 10% の特例を例えば使ったとしてもまだ足りないということで、今課長からの説明ありましたけれども、個別判断ということが国からでは示されています。この仕組みについてまだ具体的に出ていないかなと思うんですが、これ個別判断をこれからしていくということに関しての情報収集であるとか、国との協議の体制であるとか、そういったことは今市ではどのように取っていらっしゃるでしょうか。上村課長。10% の特例の部分でございますけれども、国の方からもまだそこの詳細については
伺ってないところで、まだ情報としては具体的な話し合いとか、そういったところには至ってございません。キリキン。まだ国から具体的な連絡がないということで、まあ、これはこれからですね、しっかりと情報を集めて、しっかり体制を整えていくということが大事なのかなと思いますので、しっかりと準備をしていただきたいというふうに思います。私はケアマネージャー、現役ケアマネージャーという立場、事業所に所属をしているという立場の中で、いろいろな現場からの声をいろいろと質疑の中で、現場の例として挙げさせていただいてきました。その中で、やっぱり介護職員の報酬が低いと、先ほど報酬が、今日の質疑の中でも上がってきたよという話がありましたけれども、介護の報酬はまた下がってしまって、給与がなかなか上がっていかないという状況で、すごく苦しい状況でもあります。ただ、やはりこれから高齢化が進む中で、介護の制度というのをしっかりと構築して、継続していかなければいけないと、それを維持させるためには、やはりしっかりと予防に力を入れていかなきゃいけないということを、この4年間でいろいろとお話をさせていただいたつもりです。ぜひ、これからも多摩市の今までの努力を、これからも継続して、より、誰もが安心して住み続けられる多摩市を構築していただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。他に質疑はありませんか。なし、質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。これより第9号議案平成27年度多摩市介護保険特別会計予算を挙手により採決いたします。本案は原案の通り可決すべきものとすることに賛成の皆さんの挙手を求めます。挙手全員です。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に第10号議案平成27年度多摩市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。これより第10号議案平成27年度多摩市後期高齢者医療特別会計予算を挙手により採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の皆さんの挙手を求めます。挙手全員です。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で本日の日程は全部終了いたしました。これをもって予算決算特別委員会を散会いたします。お疲れ様でした。